はい、こんにちは、ライムです。今回は第2回初心者講座、今回はねガチャ編になります。はい、ですね、一応振り返っておくとですね、第1弾に関してはこのゲームを始めてチュートリアルを終えてから、まず何をすべきか、何を目的に進めていったらいいのかというお話をね、基本編ということでお話をしましたけど、今回の第2回のこちらの動画ではね、始めたての人が数あるガチャの中で何を基準にガチャを回せばいいのか、その辺がね全くわからないと思うので、その辺に関してをじっくり解説していきたいと思っております。まずはじめにですね、僕がこうやってガチャって呼んでいますけど、もうホーム画面から見てわかる通りですし、このバナーを見てわかる通り、このゲーム内では装備召喚と呼んでます、ガチャのことを。はい、ただ、便宜上ですね、僕の動画の中では全てこの装備召喚のことをガチャと呼びますので、その辺はご了承お願いします。はい、とりあえずね、ということで今回はガチャについてお話ししていきます。まずね、まずこのゲームの基本的なガチャのシステムについてお話ししようかなと思うんですけど、一応こうやって開くとですね、まず一番下のレア装備召喚というものがあって、これがね単発ガチャです。他のゲームでよくある単発と、あと3連で回せるものと、で一番上にね11連レア装備召喚と書いてある、で上に星5以上1個確定と書いてあるのが、見えると思うんですけど、はい、10連ガチャをすることによって1つ分ねおまけがついた上で星5以上の武器か防具が確定すると、1つ以上確定で手に入るということになるので、基本的にはこのゲームではね11連ガチャ以外を回す意味は全然ないです。はい、なのでそれを踏まえた上で、特殊なガチャを除けばですね、ガチャを回すイコールミスリル50個消費という認識で全然 OK です。なのでガチャを回すとなったらミスリルをとりあえず50個貯めようっていう気持ちで臨んでもらえるといいですかね。はい、でこのタイミングで言っておくとですね、初心者の方はね結構みんな勘違いするところでもあると思うんですけど、あのねレアリティ属っていうものがあるんですよ。パーティー画面で見た方がいいのかな、これか、持ち物で見ようか。ですね、レアリティ6というものとレアリティ星5というもので分かれていて、このね例えばこのレムの超絶必殺技、こちらがですねレアリティが6になっているの分かりますかね。この上の方のレベルの下のところが星が6個並んでるの分かると思うんですけど、この星6武器とが一番上なんですよ。このゲームの現状で考えると星6武器が一番上で、でその下に星5武器があるんですね。出てこないな。はい、こちらの、セオドアのバースト必殺技ですけど、こちらがレアリティ星5になっているのが分かると思います。で、単純にねレアリティだけ見ると星6の方が上 でかつね攻撃力に関しても星6の方が、ね、武器としては、攻撃力が高かったりするんですけど、このね、セオドアのエンハンスソードの、攻撃力が137なんですけど、星6武器の、攻撃力をちょっと見ますね。これでいいか。はい、こちらの、メタルナックルレフィアの、ね、超絶必殺技の武器ですけど、こちらの攻撃力が176で、攻撃力だけで見ても40の差が出てくるんですけど、まあ、武器としてはもちろんレアリティ星6の方が強いんですけど、このゲームは前回の、動画でもお話しした通りですね、武器ではなく、必殺技で強さが決まるゲームなので、全て武器がちょっと、攻撃力が高いからといって結局ね、装備品に関しては使い回しが効くので、必殺技に関しては専用技なので、そのキャラにしか使えない必殺技なんですけど、うん、なのでですね、全てが全て星6が強いというわけではないです。はい、
必ずしもねレアリティ星6の武器が出たからといって強いわけではありませんし、逆に星5の、武器とか、防具が出たからといって、残念がある必要は全くないです。星6の装備はね逆にねそれ一つだけ持っていても結構使い勝手が微妙で、星5の武器とかにも劣る場合も全然あるので、はい、これもね、後ほど詳しく語りますけど、うん、結局、いろんな必殺技を組み合わせて使うことで、強くなれるゲームなので、うん、その辺に関してはね、勘違いしないでほしいところですね。はい、星6さえ出ればみたいなゲームではないので、はい、星5の武器とか必殺技と組み合わせて初めてね強くなれるということをしっかり覚えておいてほしいです。で、それからガチャの話にちょっと戻りますけど、まずね、始めた方はこのガチャの数にビビると思うんですよ。驚くかと思うんですけど、はい、なのでこのねずらっとこう下まで並んでる、ガチャの種類の解説ですね、ガチャの種類の話からしていこうかなと思います。大まかに分けてですね、ガチャの種類は4種類あります。まずはじめにシリーズガチャと呼ばれる、毎週ね、金曜日の3時になると、ですね、新しいシリーズイベント FF の各ナンバリングですね、各ナンバリングタイトルの、シリーズのイベントが始まるんですけど、例えば今この下にこれ明日までなんですが、2月の16日に明日の3時までなんですけど、こちらの FF5 のイベントが今開催されてるんですね、イベントダンジョン でそちらに対応した形で、こうやって FF5 のキャラの武器しか出ない武器防具しか出ない、5の、ね、ガチャというものがあります。こちらが、シリーズガチャと呼ばれるようなものなので、こちらに関しては、基本的には FF5 以外の、必殺技とかは一切出ないガチャです。この基本的にはね、このバナーに載ってる必殺技しか出ないので、星5以上は、星4以下はランダムなんですけど、星5以上の武器に限っては、このバナーガチャの上に出ているバナーの必殺武器防具でしか当たらないようになっているので、 このバナーを見て必殺技を、決めるような形になっていきます。はい、でこちらがシリーズガチャで FF5 ですね、5のみのガチャになってます。で今ちょうどやってるからお話しするんですけど、2つ目ね、ガチャの種類の2つ目として、こちらの水属性ピックアップガチャ、こちらに関してはピックアップガチャっていうものがあって、こちらに関しては今回水属性ですけど、毎回パターンが違います。他の属性だったり、炎属性だったり、雷属性だったり、あと時にはねステータスアップ効果のついた必殺技ピックアップみたいなものもあったりとか、あとですね、特定のアビリティが使えるキャラのピックアップとか、結構細かくいろんなパターンで来ます。これピックアップっていうのはそのカテゴリーだったりとかですね、その中から、選抜されたね、あくまで運営が決めた、カテゴリー内の必殺技が当たるというところです。結局これガチャにも、大体数が決まっていてですね、14個基本的にはこのピックアップとかシリーズガチャの中で、こうやってバナーに表示されるものは基本的に14個までという決まりがあるので、うん、なので、水属性だけど自分が欲しいキャラの必殺技が入ってないとかっていうことは全然あるので、その時々で変わってくるので、はい、見極める必要はあります。でガチャの種類の3つ目としてですね、これもまたたまたまやってるんですけど、この一番上にはラッキーセレクション装備召喚、いつもだったらラッキーセレクションはつかないんですけど、うん、今回はバレンタインということでちょっと特殊なガチャになってはいるんですけど、基本的な、構造としてはいつものラッキーと変わらないんですけど、ラッキー、はい、このラッキーというのはですね、月に2回くらい開催されてるのかな、
はい、こちらも、その時々でですねピックアップされる、必殺技の内容が違うんですけど、今回バレンタインということでですね、はい、女性キャラの、必殺技が確定で出ると、男性キャラの必殺技は出ないと、ちょっと一風変わったガチャなんですけど、でこれがね、ピックアップガチャと何が違うかっていうと、基本的にはその特殊な、ね、カテゴリーというか、運営が決めた、ピックアップされたものが出るんですけど、何が違うかっていうと、まず一番大きな違いっていうと、先ほど冒頭で、ガチャを回すには10連するにはミスリル50個必要とお話ししましたけど、ラッキーガチャに関してはミスリルが半額の25個で回せると言ったところでかなりお得になってる。その意味でラッキーという名前がついてるんですね。はい、ただし回せるのは、初回のみ1回だけです。ただこのバレンタインに関してはちょっと、いつもとね、状況が違うので、この期間中3回限定と書いてあって、さらにおまけ付きと、おまけを一つ選べるよというところが、いつもと違うところなんですけど、基本的にラッキーガチャについては、初回1回のみ回せて半額で回せるというところです。ラッキーガチャはねかなりいいと思う。でこれが、今撮ってるのが、2月の15日ですけど、明日の2月16日にはねあれが来るんですよ。黒魔法ラッキーが来る。氷属性と雷属性が使えるキャラのラッキーかな、確かそれがねラインナップ見ましたけどかなり強いんで、うん、それは多分ね引いた方がいいと思う。僕も引きたいくらいなので、うん、かなり強い、おすすめですね。ただ、ラッキーガチャの怖いところはですね、先ほど、ピックアップガチャの時にバナーに表示されている武器しか出ないと言いましたけど、ラッキーガチャに関してはあのちょっ と,、雰囲気が違うの分かりますかね。上のバナーが先ほどのバナーはこんな感じで一つずつ必殺技の内容が表示されたりしていましたけど、ラッキーセレクションに関してラッキーに関してはそれがないんですね。はい、どういうことかというと、あれ落ちた、まさかの落ちた、なぜ、はい、話戻りますけど、はい、これラッキーに関してはなぜ先ほどみたいなバナーが表示されないかというと、このね女性英雄の女性キャラの必殺技がもうすべてが対象になっていると。初期の方に出てきた必殺技から最近の必殺技まですべてがラインナップされているということで、かなり対象が広いです。だから確率自体はかなり低くなっちゃいますね。ピックアップされてないので、普通のピックアップガチャならば14個の中から1つ、確定で出るという、11連すればね確定で出るっていうことなんですけど、この場合だって闇なめなんですよ、要するに。だから場合によってはもう何十種類の中から1つみたいな、お目当てのものが1つしかなくてもその中から引くしかないみたいな状況にもなってくるので、結構その辺は怖いところはあるんですけど、まあ本当結構ギャンブル性は高いもののね、あの石25個で回せるっていう魅力があるので、ラッキーガチャはかなりいいです。はい、無課金の人もねラッキーガチャをおすすめできますね。はい、ってところがラッキーガチャの説明で、で4つ目ね、ガチャの種類の4つ目としてフェスがあります。フェスと呼ばれるですね、だいたい3ヶ月に一度くらい開催される、まあお祭りですよね、名前の通りフェスティバルです。でフェスのガチャに関してはですね、だいたい第1弾から始まって第3弾ぐらいまであって、で年末年始とかはね第5弾まで2日に1回ぐらいガチャ内容が更新されるというのがね通例になってるっていうね、フェスが開催されることがあって、でそのフェスはね何が違うかっていうと、そのフェスでピックアップされる武器とか防具はそのほとんどが各シリーズから選ばれた強い
かなり強い武器と防具だけでですね、しかも、各属性ごとで、ガチャが分かれていたりするので結構ね狙いを一応しやすいところが特徴です。第1弾だったら例えば、ステータスアップ系バフとか、バフがついてる必殺技、それから生属性のものとかで、第2弾が地属性と風属性の、強力な必殺技をまとめた内容だったりとか、第3弾が、雷属性と炎属性をまとめた、内容だったりとかっていうところがあるので、結構ねあのフェスの時にしっかりガチャを回していればこのゲームの環境に置いてかれることはねほぼない、まずない、よっぽど運が悪くない限りは。あとそれから全然ガチャ回せなかったりするとちょっとあれですけど、なので逆に言えばですねフェスさえ本当にしっかり回してれば他のガチャってあんまり回す必要ないんですよね。はい、ちなみに今2月の15日って言いましたけど、いつも通りであれば毎年はねあの3月の末にフェスがやってくるので、はい、あと1ヶ月半くらいかな、1ヶ月半くらいありますけど、フェスをまあ期待する、フェスに期待するのであれば今から石を貯めておいてですね、まあ、大体石どれくらい貯めた方がいいかっていうと、まあ、300個くらいあれば十分に回せるかな、250見とけばいいかなと思います。というのも、1段ごとに11連回すとなると、例えば5段まであったとしたら 50×5 で250個必要になるので、うんって感じですね。はい、以上の4つが、ガチャの大まかな種類になってきて、その他にもこの下にちょっと見えてますけど、シリーズチャンス装備召喚とかありますけど、これは本当にね回す価値はないと思いますので、これは一応ちらっと触れておくとですね、これはこれノーマルダンジョンが追加されると、そのノーマルダンジョンに追加されたシリーズのピックアップされた、ピックアップはされてないんですね、闇鍋なんですよ。要するに弱い武器から強い武器まで全部ごちゃ混ぜで入ってるやつなので、あんまりおすすめしないかな、狙い撃ちできないのでちょっとね怖すぎる、本当に弱い武器しか当たらない確率の方が高いのでちょっと怖い。ピックアップされて、基本的にはピックアップされてるガチじゃないとちょっと怖くて回せないところがありますね。はい、で以上、まあシリーズチャンスはともかくとして、以上の4つがねガチャの大まかな種類になります。で、ガチャの種類は分かった、でも結局何を基準にどのガチャ回したらいいのという疑問がね皆さん浮かんでると思うんですよ。この辺がまだ全然解決してないので、はい、そこでレクチャー2です。ガチャを回す基準、はい、でこのガチャを回す基準は、大きく分けて2パターンあります。まず1がですね、キャラ愛で選ぶ、キャラ愛です、キャラが好きかどうか、はい、それがですね好きなキャラの武器防具とか、必殺技をひたすら追い求めるというプレイスタイルですね。このね例えば今のバナーに乗ってリュックとかユフィが好きで、リュックとかユフィを入れたパーティーを作りたいんだっていう人だったら、ひたすらねリュックとか、ユフィの武器がピックアップされたガチャをひたすら回して、強くすればいいです。その場合はねすごく簡単なんですよね。ただそれだけなので、ひたすらそのリュックとユフィの、武器が入ったガチャを回せばいいだけなので、まあこちらに関してはちょっと武器の性能2の次だという人ですね、方向けになってきますけど、で2番がね、2番がストイックに性能で選ぶ人、こちらはキャラの強さとか必殺技の性能のみで回したいなという人、このゲームを効率よく攻略していきたい場合はこちらになってくるかな、はい、こっちはまあこっちはちょっとねキャラ愛で、貫くっていうほど単純ではなくてですね、強いパーティーを思い描いた上で強い武器防具をこう取捨選択して実際に当てなければならないところがあるので、結構ねこの数ある中からこの武器が強そうだと思って当てに行かないとならないので、この辺はちょっと知識が必要になってくる、最低限の知識がね、まあ、伴ってくるので、その辺がねちょっとねあるんですけど、
でこのゲームはやっぱりガチャゲーである以上はね、できるだけ少ない出費で、ミスリーの出費で、強い武器防具が揃えられるのが理想なので、はい、そこでレクチャーその3です。必殺技の強さの判断、はい、強い弱いはどこで判断するのというお話、ここは皆さん興味あると思うんですよね。当然ゲームなのでやっぱりね、どうしても強いキャラと弱いキャラ、それから強い必殺技と弱い必殺技っていうのはどうしても出てきちゃう。でこのゲームキャラも多いし武器もめちゃめちゃ多いので、やっぱりね、で出てくる敵とか、ダンジョンによってもちょっと流行りしたりとかやっぱり出てきちゃうんですね。どうしても得て増えてもあったりするので、うん、でただしね、このゲーム本当に必殺技の種類も多くてですね、でね、必殺技の効果の内容も 山ほどあるんですよ。本当にえげつない数あるので、ちょっと右も左もわからない初心者の方だよね、その辺の判別することがね、多分不可能、普通に不可能だと思うので、はい、で必殺技の詳しい解説に関してはね、まあ、次かな、第3弾で、必殺技についての、解説動画、初心者講座をやっていきたいと思いますけど、今回はとりあえずですね、このガチャの文面、こうやって文字が羅列してありますけど、この羅列されてる文字だけを見て、強い必殺技が分かってしまう、強い必殺技の法則というものを教えましょう。はい、必殺技は基本的にね、3つのポイントを押さえておけばまず間違いありません。もうその3つのポイントさえ押さえて あればもう判別できます。この文明の中でその3つの、ね、言葉を探すだけで OK です、というのを今これからお教えしますね。まず、1です。1が、追撃、これがポイントです。追撃というのはですね、対応した属性や、カテゴリーのアビリティを使用するとですね、追加で攻撃が発動する能力のことを言うんですけど、はい、だから要するに1回、攻撃すると、1回攻撃しただけで終わるのではなくですね、追加攻撃も発動すると。はい、なので、火力を上げる手段としてはね、結構単純なんですが強力な効果です。で必殺技によっては使用時にね、一定時間、追撃を付与するモードがあるので、例えばね、これも見てもらえば分かる通りですね、これジェクトの、超絶必殺技、あ、ちょっとごめんなさい変なボタン押した。はい、こちらのジェクトの超絶必殺技でジェクトスラッシュというものがありますね。こちらのね、下の方のところ読んでもらえば分かるんですけど、炎属性アビリティ使用時に追撃かっこビーストラッシュ、さらにかっこで6連続の炎炎無属性単体物理攻撃って書いてあるのが分かりますね。これが、一定時間ですね。まあ一定時間っていうのは基本的に15秒、ゲームの時間内で15秒なんですけど、15秒間ね、炎属性アビリティ使用時に追撃が発動するという特殊効果が付与されるといったところなので、うん、これがね強い、単純にこれが強い、まあいろんな意味で強いんですけど、はい、まあ、こちらに関してもね、次の動画で詳しく解説しますので、とりあえず、次に行きますね。はい、強い必殺の法則その2、2つ目はですね、属性まとい、属性まといという、ものがあります。こちらがね結構シンプルなんですけど、まずこのレコードキーパーには属性が9つあるんですね。結構多いですけど9つあってですね、その属性まといという、名前の通り、それぞれの属性をキャラにまとわせるという特殊状態があります。この属性まとい状態になると対応したアビリティ、例えば水属性まといを、まとった状態で水属性アビリティを使うと威力が 1.5 倍から、最大で2倍まで上げることが可能になります。でですね、結構世知辛かったりするんですけど、このねアタッカーに関してはですね、属性まといが
できるかどうかで線引きされることが結構多いです。僕もそうですけど、まあ、同じアビを使ってもですね、例えばあのまとえるキャラか、まとえないキャラというだけでダメージが単純に 1.5 倍変わってきちゃうので、はい、同じ水属性アビリティで同じ攻撃力で打っても水属性をまとってるかまとってないかの違いだけで 1.5 倍の差が出てくるので、まあこればっかりは仕方ないですね。はい、ちなみにですけど無属性まといというものは存在しませんので、まあ多くの場合の無属性キャラ、無属性キャラも当然いるんですけど、こちらは結構不遇扱いにされがちですね。あと無属性というかあのまとえる必殺技を持ってない場合、このゲーム内自体にはまとえる必殺技自体はあの実装されてるけどガチャで当たらなかったとか、まとえる必殺技だけ当たらなかったとか、そういった場合でもちょっと、まあ、弱かったりっていうのはありますね。その辺はやっぱり、うん、ガチャ運が出てきちゃうんですよね。そういうところでこっちの必殺技はあるけどあの必殺技ないわみたいなことが出てきちゃうんですね。はい、で、強い必殺技の、法則の3つ目、こちらが、待機時間短縮、待機時間短縮です。ファイナルファンタジーの、歴代のシリーズやったことはある人が、まあ、大半だとは思うんですけど、はい、それも大体 ATB ですね、 FFRK のバトルシステムもそうなんですけど、うん、味方のね、ゲージの速度が大事なのは大体分かってると思うんですよ皆さん。はい、でそのね ATB アクティブタイムバトルを一体何なのかって説明するとですね、まず、行動を選択するまでの待機時間があって、そのまずゲージが1回溜まってゲージが溜まった後に行動を決めるじゃないですか。でその後次の、行動を決めて発動するまでにまたあの待機時間がありますよね。ゲージの2つ目、ここの、2つ目のゲージを短縮するのが待機時間短縮と呼ばれるね効果になってきます。でこのねゲージの速度短縮時間というか、うん、ゲージが短ければ短いほど、早ければ早いほど早く行動ができて、同じ時間内でも行動回数が当然ながら増えますよね。行動回数が増えるということはですよ、単純にその分火力が上がるということでもあるのでちょっと分かりにくいんですけど、例えばねダメージが全く同じキャラを2人並べて、そのキャラはねそれぞれ足の遅いキャラ と、足が速いキャラに分かれていたとするとですね、足の遅いキャラが2回攻撃する間に足の速いキャラが3回攻撃できたとしたら、その場合って単純に火力が 1.5 倍という考え方になりますよね。はい、同じ時間内なので、うん、なので、必殺技にですね待機時間短縮とか待機時間なしと書いてあると、まあ強い、普通に強い。ただしダメージと違ってちょっと数字では出なかったりするので、その効果がね、体感しにくいところが難点、ちょっと分かりにくいんだよね、強さに反映されてるかどうかが。でも実際そうやって考えるとめちゃめちゃ強いんですよ、やっぱり速いキャラと遅いキャラでそれぐらいの差が出てきます。はい、分かりやすいところで言うと、敵からスローを食らった状態とあとヘイストをかけた状態で比べてみるとね、すごく分かりやすい。本当にね、高難易度のボスだとこちらにスローガとかかけてくるんですよ、全体に確定のスローとかやってくる敵もいるんで、ちょっとタイミングを間違えてですね、ヘイストのかけ直しが少し遅れるだけで、パーティーが壊滅することなんてザラにあるので、普通にちょっと、スローをかけられてヘイス用のタイミングね本当に間違えるだけで致命傷になることも全然あるので、うん、本当に大事ですスピードに関しては本当に大事ということで、このねライム式の強い必殺技の法則3つ追撃と属性まとい、それから待機時間短縮、
この3つを覚えた上で、ガチャの内容をちょっと実際に見てみましょうか。これね、驚くほど本当に当たるから。まずこの水属性ピックアップで見ていきますね。このね、これユフィの超絶必殺技なんですけど、これで、先ほどのね法則を当てはめていくとですね、まず、10連続の水遠無属性遠距離単体物理攻撃プラス自身を分身させ物理攻撃を1回防ぐ。ここまではまあいい、ここまではまあ関係ない。で、次一定時間水属性を纏う。はい、これでまず、法則2つ目の、属性纏いをゲット。ここで属性纏いがつく。でプラス水属性アビリティ使用時に追撃。はい、ここで追撃いただきました。これで、1つ目の法則もゲットと。で内容が、分身の数に応じた、4 or 6 or 8連の水遠無属性遠距離単体物理攻撃が追撃で発動するといった内容になってるんですね。これが、先ほどの法則の2つが当てはまってるので、2つ以上当てはまった必殺技は基本的に強いと考えてください。はい、この中の1つであったらちょっともう一声欲しいなみたいな印象です。で3つ仮に揃って必殺技があったら最強です。間違いなく最強。ただこのユフィのね、法則が2つはまってるこのユフィの我流外周一色ですけど、こちらの超超絶必殺技に関しても水属性の必殺技の中では間違いなく最強クラス。マジで強い。これ僕も使ってますけど、はい、高難易度でも全然通用するし、最高難易度でもこれ持ってきますね。僕はめちゃめちゃ強い、このユフィの超絶っていうところと、あともう2つ目見てみましょうかね。こちらのね、これティーダの超絶必殺技、こちらが、ですね、ちょっと、最初のやつ省略しますけど、これ見てください。自身の待機時間一旦なし。やばくない？やばくない？先ほど待機時間短縮は強いと言いましたけど、待機時間を短縮するどころか、待機時間一旦なし。なしってやばくない？っていうところで、もう、これで、法則が一つ入りましたね。待機時間一旦なし。はい。これ三つ目の法則入りました。で、次読んでみますよ。一定時間水属性まとい。はい、来たこれ。はい、来た。はい、来た。これ二つ目の法則入りましたよ。で、最後いきますよ。EX モード、エース。一定時間自身の攻撃力アップ中。プラス、水属性アビリティ使用時に追撃。はい、来た。これ完璧。ほら。これが、で、シュートエンラン、6連の、水縁無属性単体遠距離物理攻撃という追撃が発動すると、シュートエンランが発動すると、これですよ。見ましたか？これがティーダの超絶の間違いなく最強クラスです。本当に強い。ティーダの超絶の僕は持ってないんですけど、残念ながら、まあ、間違いなく強い。でこの法則が全部ハマってるね。よくよく見たらこれビビるなね。これがね、まあ、本当に強いです。はい。で、ついでなのでもう一つ、これパインかな、パインだね。パインの超絶必殺技、こちらを見ていくとですね、はい、これ、最初を飛ばして一定時間自身に水属性をまとう。はい。でそれ と、自身の攻撃力防御力アップで、最後が一定時間魔法剣アビリティ使用時の待機時間を短縮するぞいったところで、こちらはね、ライム式強い必殺技の法則2つ当てはまってますよね。はい、魔法剣アビリティの待機時間を短縮して水属性をまとうといったところで、この必殺技も、まあ、ティーダとかちょっとユフィには劣るものの、間違いなく強い必殺技であることには変わりないです。はい、ってところですね。はい、ちょっと当てはまったように分かりましたかね。逆にじゃあ何、弱い装備は逆にどんなのっていうところの疑問がちょっと出てくると思うんですよ。というか疑問というか興味というか出てくると思うので、じゃあ弱い装備どんなものかちょっと見ていきましょうね。ですね、これ今度超絶必殺技でもないんですけど、これがちょっとなんですけど、これジェクトのバースト必殺技で、ダークフィンガー、これ結構新しめの、必殺技なんですけど、スピニングレイジか、必殺技名が。
ね、こちらが敵単体に8回連続の強力な炎無属性物理攻撃プラス味方全体に受ける攻撃を最大 HP の 30% 分まで無効化するバリアを付与プラス、自身にヘイストエンバーストモードといった効果なんですね。まあ、バースト必殺技はちょっと普通の必殺技とちょっとまあ、様子というか違うところがあるんで、まあ、なんとも言えないところですが、このとりあえずこのバーストアビリティではなくバースト必殺技の必殺技部分だけ見るとちょっと微妙ですね。どの僕が先ほど言った強い必殺技の法則全てに当てはまってない、属性まといもないし、追撃もない、かつ待機時間短縮もなくというところで、でさらにね、ちょっと微妙なのがジェクトって基本アタッカーなんですね。攻撃役なんですけど、攻撃役で属性もまとえないしみたいなところもあるし、属性まといないし、なんかね、補助ヒーラーみたいな、なんか補助効果をバーストにつけてる、必殺技につけてて、ちょっと使い勝手悪いかなと。こういう味方全体に受ける攻撃を、HP 30% も分まで無効化するバリアというのはですね、基本的にアタッカーがすることではないので、補助役ですね、サポートキャラだったりとか、ヒーラーにさせる仕事だと思うので、あえてアタッカーでやる仕事ではないってことを考えるとですね、はい、ジェクトに関しては例えばね、このジェクトのバーストは弱いけど、先ほどね最初に説明した通り、このね一緒のガチャに入っているこちらのジェクトの超絶必殺技が待機時間短縮かな、自身の待機時間一旦なしで、炎属性まとい、さらに炎属性アビリティ使用時に追撃が出ると、これティーダの炎属性版ですね。早い話が、はい、ティーダの超絶必殺技の炎版といったところなので、まあ、間違いなく強いなので、ジェクトのお話で言えば、バースト必殺技を使うのであれば、超絶必殺技を使った方が間違いなく強いといったところで、こんな感じで必殺技の違いが出てくるわけですね。はい、まあ、バーストにはもちろんバーストのいいところがあるので、ちょっとねバーストの良さについては次の動画で詳しくお話ししますけど、こんな感じですね。とりあえずなんとなく分かってくれましたかね。この3つの法則さえ覚えてれば大丈夫です。まあ、あくまでこれはアタッカーに限った話しかしてませんけど、はい、このレジェンドマテリアとかっていうところにも、まああるんですよ。こちらも次の動画で喋った方がいいかな。こちらもですね、レジェンドマテリアというものは、この説明文に書いてある通りですね、はい、バトル開始時に一定時間自身に炎属性をまとう、はい、これは必殺技を使わなくても、これは装備品なんですけど、装備しているだけでこの効果が発揮されるという効果です。まあ、だからこのジェクトのねレジェンドマテリアを装備していれば、先ほどのね、バーストで炎属性をまとえないという効果でしたけど、こちらに炎属性まといはないんですけど、このバースト以外に先ほどのレジェンドマテリアというものを装備していればですね、勝手に炎属性まといになっているので、その辺の、デメリットを、まあ、払拭というかデメリットをカバーすることができる。なので、冒頭でも言った通りですね、必殺技を一つだけで使うのではなくてですね、組み合わせて使うものだという話をしましたけど、こういう意味です。はい、バーストではまとえないけど、レジェンドマテリアでね、最初からまとえることができるので、その辺がジェクトの、使い勝手を良くする上ではいいかもしれませんね。はい、でこちらのバーストアビリティが炎属性だったりするので、こちらの威力が1.5 倍になってくるといったところです。はい、でこんな感じで大体伝わったとは思うんですけど、あともうちょっとね、弱い必殺技どんなもんかっていうところをちらっとお見せしたいと思うんですけど、ちょっと動画を撮り始める前にね揃えてきたんですけど、例えばこのカイエンの超必殺技、これ読んでもらえば分かるんですけど、敵全体に3回連続の物理攻撃プラス高確率で行動キャンセル&ストップを付与っていうね、これはちょっと微妙でしょ。先ほどの、必殺技の説明文から比べてみると、これはちょっと初心者の方でも分かると思う、分かる、さすがに分かってくると思うんですけど、はい、ね、
敵に状態以上付与というものはちょっと高難易度のボスになってくるとほぼ状態値を効かないので無効化されるので、まず高難易度では使えない、うん、状態異常系に関してはねアビリティでもつけることができるので、うん、ちょっと微妙かな。行動キャンセルだったら弾道っていうアビリティだったりとか、ストップだったらそのままストップっていう黒魔法があるのでそれを使えばいいので、あえて必殺技ゲージを使ってまで使う必殺技ではないかなといったところですごく微妙で、超絶で光の戦士の超絶なんですけど2つあるんですね。はい、超絶必殺技でも2つとか実装されてるキャラは全然いますので、この超絶1つ目、古い方の超絶を見てみるとですね、一定時間自身に生属性まとい、はい、ここまではいいですね、法則に1つ当てはまりました。で次見ていくと、EX モード一定時間自身の防御力アップ大、はい、で次にバトル中の自身のナイトアビリティ使用数に応じナイトアビリティダメージアップ最大で中と書いてありますけど、うん、これね法則に全然当てはまらない。当てはまるとこといったこの生属性まといのところだけで、うん、ちょっともう一声っていう印象の、超絶になってしまってると言ってて、これがねちょっと、うん、ちょっと惜しいかな、ちょっと、うん、もうちょいだなっていうところで、でそんな中ですねしばらく時が経ってやっぱちょっと運営側も弱いのかなと弱くて使ってる人いないんだろうなっていうところから、この超絶に新しい超絶が出ました。これが1月かな、今年入ってから出たやつだね。あ、ね、ごめん、年末だ、年末に出た新しい超絶で、こちらのクラシックオブライトというものが出ました。こちらが10回連続の攻撃プラス一定時間自身に生息性をまとう、はいはい、ここまではいいですね、法則遵守してます。で次に EX モード予言の戦士一定時間ナイトアビリティブースト、はい、こちらがですねナイトアビリティブースト、まあ、詳しい説明また省略しますけど、まあ、要するにナイトアビリティを使った時のダメージが上がるという効果です。先ほどの超絶も、威力が上がるものがありましたけど、はい、プラスですよ、EX モード終了時に限界突破可能なブライトフィニッシュを発動。これもちょっとね、先ほどの追撃の文面とはちょっと違いますけど、追撃という文字こそ入っていないものですね。これもまあちょっと追撃の亜種みたいな感じで、こちらに関してはこの超絶を使った瞬間から15秒間ですね、ゲーム内時間で15秒間の間に与えたダメージの3分の1かな、4分の1か3分の1がちょっと忘れちゃいましたけど、はい、その分のダメージを最後にぶっ放すといった、効果になっていますので、これはね法則に2つ当てはまるんですよ、生属性まといっていうところと、あと追撃、最後に、どでかい追撃がぶっ放されるといったところで2つの要素を満たしているので、まあ確実に強くなったなと思って僕も引きましたこの超絶を、うん、っていうところかな。これでちょっと説明分かってもらえると嬉しいんですけど、はい、でですねここまでのお話、まあ、分からなかったら何度でもねこの動画見返してもらってですね、僕の説明がちょっと雑なところもあるんで何度でも見返してもらってですね頭に入れてほしいところではあるんですけど、最後に言っておきたいのが、結局ここまで話は分かった、じゃあっていうか、結局何どれ回せばいいのみたいな結局お前のおすすめは何なのっていうところはあると思うんですよ皆さん、はい、先ほどの、強い、必殺技の法則を使ってですね当てはめて、回せれば、まあ、大抵間違いはないとは思うんですけど、その上でですよ、やっぱりね石には限りがある、ミスリルとかには限りがあると思うので、まあ、課金してる人ならまあともかくですけど、うん、無課金の人だったら石はね本当に慎重に使わないとすぐなくなっちゃうので、ちょっとね考えていきたいところではある。じゃあ何を基準にやっぱりガチャを回していけばいいかっていうところを考えていくとですね、最初に言ったですねフェスガチャと
あとラッキーガチャ、基本的にはその2つだけを回していけば、まあ間違いないかなと思いますね。というのもですね、まずフェスガチャに関しては、同じ話の繰り返しになっちゃいますけど、3ヶ月に一遍開催されるもので、その3ヶ月間の間に実装された強い必殺技が、まあ、ほとんど全て入ってると思っていいです。さらに、フェス限定っていうわけじゃないですけど、フェスになると必ずね、新しい必殺技で、かなり強い新しい必殺技が絶対出てくる、入ってくるので、うん、フェスでガチャを回すのは間違いない、間違いなくパーティーの強化になりますので、はい、っていうところとで、フェスと、あとラッキーガチャに関しては、ピックアップされたガチャですし、ある程度例えば明日から開催されるガチャであればですね、黒魔法ラッキーか、氷と雷属性が使える黒魔法キャラの必殺技がピックアップされてますけど、内容がめちゃめちゃやっぱりね、いいんですよ。結構それもですね、カテゴリー別にピックアップされてるので、強い必殺技が並ぶことが多くて、はい、結構おすすめで、石が25個で回せるってとこがでかいです。無課金の人でも結構手を出しやすいところなので、でこれが月に2回くらい開催されるので、まあ2回回したとしてもミスで50個で済むので、うん、結構、その2つだけに絞って、ガチャを回していけばですね、うん、フェスまでに普通に石も溜まりますし、かつ、途中でね、フェスまでのつなぎでラッキーを回していれば、戦力の補強にもなっていくので、うん、そんなところかな。で、あとね、FF やってる人だったら当然のことながらね、好きなシリーズってあると思うんですよ。思い入れがあるシリーズ、うん、今だったら5のイベントだったりとか、10のイベントやってるし、で明日からですね、明日の金曜からは、12のガチャも始まりますっていうところで、まあ、ちなみに月末は7の FF7 の、ガチャで、来週の金曜日からキングダムハーツコラボの、ガチャも始まりますので、まあ、それぞれね、皆さん見てる皆さんはそれぞれ好きな思い入れのあるシリーズがあると思いますので、そのねガチャを回すっていうのもね、全然楽しみ方としてはありだと思うので、まあその3つですね、僕がおすすめするのは、好きな、シリーズのガチャ、もしくはフェスで回す、それからラッキーガチャで回す、この辺ですね、この辺が、ミスリーの使い方としては正しいかなと思います。本当に課金してる人だったらね、強い武器目当てでバンバン回せちゃったりはするんですけど、うん、例えば下のね、下の FF5 のバッツの、超絶を狙っていくとか、アーロンの超絶を狙うとか、でさらにこの水属性ピックアップで先ほどね言ったユフィの超絶を狙いに行くとかいった使い方もできますけど、まあ無課金の人はそういう回し方はちょっとおすすめできないかな。やっぱり石に限りがあるので、その辺はしっかり、課金してる方よりはね慎重に考える必要がありますといったところですかね。これで大体ガチャについては分かりましたかね。ガチャのシステムについては、うん、まあ3つの法則だけはしっかりね覚えて、この動画を終わってくださいというところですかね。はい、分からなかったら何度でもねこの動画も見返してもらえると、はい、いいと思います。で第3弾の初心者講座については、途中でも言った通りですね、必殺技講座をしたいと思います。必殺技、先ほどもまあ言った通りですね、超絶必殺技だったり、バースト 超必殺技だったり、あとリミットチェイン超絶必殺技だったりとかね、種類がね山のようにあるこのゲームオーバーフロー奥義だったりとかね、この一番下のオーバーフロー奥義だったりとか、まあいっぱいあるので、その辺に関してもどんな必殺技が強いのとか、どんな種類があるのとか、はい、実際に使ってるまあ場面もお見せしつつですね、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。というところで、第2回初心者講座ガチャ編でした。それでは、次回またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。